優れた精神と魔法界の伝説とも言われるほどの魔力を兼ね備えた最強の魔法使いであるアルバス・ダンブルドアは、グリンデルバルドやボルデモートが唯一恐れた存在ですが、ウィットに富んだ少年のような心を持ち合わせている一面もあります。今日はそんなダンブルドアを徹底解説していきます。偉大な魔法使いと聞くと厳格なイメージがつきがちですが、アルバス・ダンブルドアという魔法使いはお茶目な一面も持ち合わせた素敵な魔法使いです。例えば校長室へ入るための合言葉レモンキャンディーであることは皆さんご存知のはず。このレモンキャンディー、マグルの食べ物ですが彼の大好物でもあります。また好きなジャムの味はラズベリーだったりと、なんだか親近感が湧いてきませんか。またダンブルドアは歌うことや編み物も好きなようです。ホグワーツの効果はとても自由で、どんなメロディーでどんなテンポで歌っても正解なのです。他の教授たちがあまり良い顔をしていなくとも、ダンブルドアはとても楽しそうにしている姿が印象的です。言葉は人を癒したり時に傷つけたりもしますが、ユーモラスな彼は周りをパッと明るくするような不思議な力も持ち合わせているようです。原作版賢者の石では、新入生に向けた言葉の中で歓迎会を始める前に二言三言言わせていただきたいという長く続きそうな前置きの後、それわっしょい、こらしょい、どっこらしょいという意味のない言葉で締めくくられている部分があります。これには生徒たちも大喜び、目の前でお預けにされているご馳走を前に、長くてつまらない話なんて正直退屈で聞きたくないですよね。少年のような純粋な気持ちを忘れていない彼だからこそ出てくる言葉なのでしょうね。ダンブルドアは両親と弟のアバーフォース、そして妹のアリアナという5人で暮らしていました。ある時、妹のアリアナが少年たちに襲われ、精神的に不安定になってしまい、それ以降、魔力を制御することができなくなってしまう事件が起きました。それに怒った父親パーシバルは、妹を襲った少年たちを攻撃したことで、アズカバンへ収容されてしまい、彼はその後獄中で亡くなってしまいます。周囲からの非難の目を恐れた母ケンドラは、近所の住人との付き合いを一切絶っていました。そんな母親の姿を見て、ダンブルドアは父親や妹の話を外でしてはいけないと悟ったようです。そんな母親は彼がホグワーツ卒業後、アリアナの魔力の暴発によって命を落としてしまいます。両親を亡くし、兄弟3人で生きていくことになった頃、後に黒い魔法使いとなるゲラート・グリンデルバルドと出会います。ダンブルドアは大いなる野望をグリンデルバルドと成し遂げるため、住んでいたゴドリックの谷を離れようとします。しかし、そのためにはアリアナを連れて行かなければなりませんでした。この非道かつ無謀な計画に立ちはだかったのはアバーフォースでした。対立してしまったアバーフォースとグリンデルバルドでしたが、その中で誰かが放った死の呪文がアリアナに当たり、彼女は命を落としてしまったという悲しい事件が起きてしまいました。家族をめぐってあまりにも壮絶すぎる人生を歩んできたダンブルドアのもとにも、一筋の光が差すような出来事がありました。それがゲラート・グリンデルバルドとの出会いです。彼は自分と同じくらい才能があり、優秀だったグリンデルバルドに対して、田舎での惨めな生活から逃げ出す希望を見出していました。自分と同じくらいの才能があり、共通点が多く、優秀な魔法使いであったグリンデルバルドに魅了され、次第に友情からそれ以上の関係へと変化していった二人。魔法族が隠れて住まなくて良い世界、魔法界と人間界に指導者として君臨するというより大きな善のために2つの目標を掲げた2人は、この大きな野望を叶えるため犠牲や残虐性を正当化しようとしていました。しかし計画を進めようとした時にアリアナが命を落としてしまう事件が起こってしまい、前科のあったグリンデルバルドはその場から逃げたことで、それ以来ダンブルドアとの仲は決裂してしまいます。恋は盲目とよく言いますが、若き日のダンブルドアもそんな時期があったのかもしれません。
かつて抱いた恋心や野心、妹の死を生涯かけて悔やみ続けるのですが、それらも原因して生涯独身を貫いていたのかもしれませんね。ダンブルドアの行き着く運命が実は予言されていたことをご存知でしたか？映画では描かれていませんが、原作のアズカバンの囚人では占い学のシビル・トレローニー教授が彼の死を予言していました。それがクリスマスの出来事です。彼女はみんながディナーを楽しむ席にやってくると、自分が座ることで人数が13人になることに気がつき、席に着くことを拒みます。彼女は13は忌み数であるため、13人の中で最初に席を立った人が死んでしまうと信じていたのです。しかしその席にはロンのペットであるスキャバーズがいたため、変身しているピーター・ペティグリューを含めると彼女が席に着く前にすでに13人揃っていたのです。そしてその席から一番初めに席を立ったのがダンブルドアだったのです。またダンブルドアの存在自体が死であるという推測もあるようです。それは3人兄弟の物語と関係しています。ニワトコの杖を求めたヴォルデモートはペベレル兄弟の長男と同じく殺害されて、杖自体も自分のものではなくなっていました。かつて結婚を夢見ていた女性を死から呼び戻した次男は、彼女と本当の意味で一緒になるために命を落としますが、ハリーの母親であるリリーを生涯愛し続け、彼女を思いながら亡くなっていったスネープと通じるものがあります。そして透明マントを手にしたハリーは、彼を待つ運命を受け入れたことで死を迎え入れました。これはペベレル兄弟の三男が死から逃れるために透明マントを手に入れ、それを手放した時に死を古い友人として迎え入れたエピソードとリンクします。ハリーが死を迎え入れた先に待っていたのがダンブルドアでしたね。そのためハリーを待つ死自体がダンブルドアであるという推測がされたそうです。ちなみにこれには J.K. ローリングも見事に当てはまっているとコメントを残しているそうですよ。先にご紹介した通り、ダンブルドアには弟のアバーフォースと妹のアリアナがいます。しかしファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生で彼にはもう一人弟がいるという衝撃の事実が判明しましたよね。その人物がファンタビでのキーパーソンの一人であるクリーデンス・ベアボーンです。幼い頃にメアリー・ルー・ベアボーンに引き取られ、養子としてニューヨークで育ったクリーデンスでしたが、物語が進むにつれ次々と出生の秘密が明らかになっていきました。リタが取り替えた赤ん坊の一人であり、グリンデルバルドから告げられたアウレリウス・ダンブルドアという本当の名前、そして一族が危機に瀕した時に現れると言われている不死鳥が彼の元にやってきたり、杖を手にした時に解放した魔力の強さに驚いた方も多いでしょう。さらにオブスキュリアルであるにもかかわらず、10歳をとっくに過ぎた現在も生きているということ自体がまさしくダンブルドア一族であることを証明しているように思えます。しかし謎がまだ残されているのも事実です。それが母親は一体誰なのかということです。アルバスの母親は1899年にすでに亡くなっています。それまでにアウレリウスが誕生していたのであれば、ファンタビでのクリーデンスは28歳前後という設定になっているはずですが、作品中の彼は明らかにティーンエイジャーでしたよね。腹違いの兄弟なのか、それともそもそもが間違っているのか。ダンブルドア一族の隠された秘密はまだまだたくさんありそうです。これから明らかになっていくであろう真相からも目が離せませんね。いかがでしたでしょうか。彼の115年の生涯は私たちが想像するよりもっと壮絶で引き込まれるものがありますよね。ファンタスティックビーストの最新作公開に備え、この機会にダンブルドアに注目しながらシリーズを見返してみてくださいね。この動画が良いなと思ったら高評価やコメントで応援いただけると大変嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。